違うからかもしれないけど、そういう症状はなんかね、なんかね、ちょっとその現場を見るか動画を見ないと何とも言えないけど、痙攣かもしれないんだよね、もしかしたら痙攣じゃないんだよね、だけど倒れるわけじゃないんですね、こうやってやってるんですしないんですよね。で、まず血検査所見から行きましょうかね。ちょっと、ね、嫌なことしてから噛まれましたわ。で、ちょっとだけですけどね、まあ、あの子の住みは嫌だったね。2019年に採血していたそのデータと今回のやつをね並べておきましたけど、まあ、電解質のバランスは一応正常範囲に入ってますね。で、腎臓の機能を見るところでクレアチンが低めです。低いのはまあこれ一緒なんですけど、ちょっとタンパク質を作る肝臓の機能が落ちてる可能性がある。でも前よりは上がってますけどね。 BN は正常、これが低いで、ピレットで血糖値が低いのは、まあ、低血糖症なんだけど、これになる元がインスリンオーバーの可能性が高い。だからご飯をさ、ちょこちょこ食べさせて、今何回あげてます？1日2回ぐらい。でもそんな息食いはしないです、はい、ちょこちょこ食べてんの、ちょこちょこ、うん、それから次肝臓ですね。まあいいとこにありますよね。低いのはそう問題ないから確保にしといて、ここまではまあまあ正常です。タンパク、これがちょっと高い、これが高いということは脱水しているということですね。アルブミンは正常、カルシウムも正常、コレステロールがちょっと高い。だけどさ、別に太ってないじゃないですか。ということは胆管閉塞があったらこれはない。このビリルビンとか ALP が上がるから、高脂肪食、別にフェレットフード食べてるんですよね。重度のネフローゼ、重度のネフローゼってこのクレアチンとか BN が上がってきちゃうから、これもないと。なんでかすごくわからない。だけど決してあの要は脂質代謝がちょっと悪くなってるなとは思います。中性脂肪は正常でした。血液に付く寄生虫フィラリアスマイナスでした。 PCV が64高いです。この時も高いけどさらに上がってますよね。脱水です。白血球の数は6200、まあ数的にはちょっと低いです。この時よりは増えてるわけね、まあ、もっと少ない。黄疸は出てません。それからこれは不要ですが関係ない。まあ一応抗酸球4正常です。これも肝臓です。それから今回のリンパ正常です。これ腎臓が悪くなるとありますけど、まあ正常ですね。CPK これがちょっと高い。少ないか。高くないんだ。前回は高いけど今回は高くない。正常ですね。ごめんなさい。ここは調べて出ないんだね。で、あと白血球の6200、まあ前よりは増えてるというものはちょっと低めなんですけども、内訳ね、白血球の高中級の肝臓がこれは急性炎症で出てくる、ほとんど出ません。でもちょっと出てました。で、まあ肝臓核と分葉核の違いは若い、こっちは若い、若いのがちょっと出てる。だけど大人の高中級分葉核は別にそんなに帰ってギリギリの正常範囲ぐらいです。低いぐらいですね。リンパ球が2700、まあ正常範囲です。胆球490、まあ正常範囲です。抗酸球も正常範囲。だこれだけね、ってことは何が考えられるかって言ったら、体に炎症があるんだけど、なかなかそれに対応しきれてないという可能性があります。だから赤血球の数はちょっとこれは、ニップルマークがついてるけど、そううまくは測れてないということですね。
1413万ってめちゃ多いんですよ。普通800万ぐらいだから、まあ、ちょっとこういうのがついてるのをちょっと生活に変えます。それから赤血球の若い赤血球はまあプラスマイナスだからそんなに出てない。若い赤血球が少ない。血小板に関してはこれはちょっとだけ多いかなと思います。あの血液とも直接見ますよね。でこっちでさ引っかかることは血糖値低いからどうもインスリンノーマンになってきてる可能性があります。でもインスリンノーマンになると症状としたら、まあ、血糖値が下がってきちゃう。そうすると、まあ、限界まで下がると痙攣が起きてくる。でも一回起きちゃったらさ栄養補助とかさなんかしないと止まらないですよね。からあとはでもその前に出てくる症状は食欲にムラが出てきてでたまに吐いたりとかねたまに下痢したりとかそういうことが出てきますね。痙攣まで行くのは相当先の話なんで、だからまあでもフェレットってインスリンのも多いからさこれがある可能性は高いなと思います。それから次に心電図を書いてみます。